設置。この特製トイレのポイントはこの鍵。再びこの鍵をかけるとスイッチが入り、10秒からカウントダウンを開始。そしてカウンターがゼロになった瞬間、なんとトイレの床がせり上がるのか。こんな仕掛けがしてあることを知らず、用を足しに来た人々のリアクションをキャッチする。いよいよ作戦開始。早速子供連れの人妻2人組がやってきた。だが入らない。そしてこの2人も入ってくれない。次にカップル、トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか。入った。何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。続いてやってきたのは中年男性。何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウンを開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせず朝日で通り過ぎるのを待っていた。ついに3人組の男女。小走りにトイレに向かう男性。入った。とここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか。ドアを開けた。なんと髪をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性。お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻退場。我々は四方の景色が一望できる大室山に移動。
山頂までリフトを使ってトイレを運搬。果たして観光客はこのトイレに入ってくれるのか。作戦開始。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込むと、その時今度は二人組の男性、談笑を交わしながら何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。大パノラマに下半身を晒した二人はなぜか笑い続ける。そしてすごい綺麗だよ。さらに我々は伊東で一番美しい人工浜、伊東オレンジビーチでグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー、波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に乗ってると思いきや、転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込み、カウントダウン開始。これはまずいだ。かなり急いでいるのか一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。大転倒。ご迷惑をおかけした皆さん、本当にごめんなさい。